部はセレッソ大阪、最高の選手、スタッフ、関係者、スポンサーの皆様、メディアの皆様、本当に長い間ありがとうございます。そして何より小学校2年生からサッカーを始め、大きな夢を持たせてもらいました。その夢の舞台、プロサッカー選手、それをセレッソ大阪で18年間もできたのは、本当にサポーターの皆様、応援してくださった皆様の支えがあった頃、あったこそ、ここまでサッカーを続けてこれたと思っています。本当に長い間お世話になりました。ありがとうございました。選手としてはありますけども、まだ自分の夢であるセレッソ大阪がリーグタイトルを取ることを自分の中の夢でまだ持ち続けています。その夢を皆さんと共に今後一緒になって何とかタイトルを取れたらと思っていますので、今後とも違う形でセレッソには携わっていきますけど、応援よろしくお願いします。最後になりましたけど、本当に長い間このピッチでプレーをできたことを本当に誇りに思います。長い間ありがとうございました。
愛媛が相手です。